広島勢対山口勢、5on 5ですね、1人、3ストックということで、合計15ストック、争っていくことになりますが、すみません、実況、初めてやらせていただきます、ナスピーマンと申します。よろしくお願いします。本当に慣れない、ね、実況解説なんで、不甲斐ないところあるでしょうけど、頑張って盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、最初は、広島勢が、カルピスさん、山口勢がタキさん、始めていきましょう。ステージは戦場、では盛り上がっていきましょう。さあカルピスリージ1台の位置でスタック前で上がっていく。さあ上がる構えて、ダッシュからクエ、さあいいコンボ 43% どんどん溜めていく。火力高いぞ。さあルイージの、ルイージ側カルピスも、カルピスさんも、立っていきたい。空母、さあ、角形の上で待って、さあ、展開運ぶといったところか。さあ、最初ショット。さあ、横コビー離していくか、外れて、さあ、崖を掴んで、さあ、上がりまして、上がっていく。さあ、台の上を使って、さあ、させてね、さあ、そうですね、切り替えていきましょう。さあ、タキサムス対カルピス、ルイージ、さあ、旋回を5部、方向部、さあ、ウェビー合戦が、さあ、先に登っていったの、先、ジャックさんだか、さあ、ジャックからのアピールもしっかり決めていく、カルピス、ルイージ、さあ、相手はひよってるか、さあ、早速位置取っていくのは、さあ、ウェビーでしっかり火力を防いで、さあ、もうバーストは近くなっているか、さあ、掴んで、さあ、火力を稼いでいく。さあ、ウェビー、さあ、山口勢からはヤジが飛んでいるが、さあ、サキサムス落ち着いてバーストを決めていきたいところ。さあ、体にキースというコメントが入っていますが、さあ、どこに行くサイクロン。さあ、しっかりと戻ってくる。さあ、もう一回戻ってくるが、行き過ぎているが、おっと、危ないぞ、危ないぞ、おっと。さあ、このカルピスリージ何を考えている。さあ、空母、さあ、まだまだ火力を稼いでいくか。さあ、お互いにぐるぐると回転している。さあ、上 B の回転と、さあ、下 B のサイクロンの回転。さあ、サキサムス押され気味だが、巻き返すことはできるか。さあ、サイクロン、さあ、お互いに崖外でぐるぐるしている。さあ、空母でかかって、さあ、掴み外したところに空母、まだ入る。さあ、またカイ君、おっと、これは戻ってこれない。しっかり受け身としていく。さあ、広島代表カルピスルイージ、これはうまい。さあ、いつもより多めに回っております。さあ、ウェビーでしっかりと、さあ、さすがにこれはバースト、バースト。さあ、1スト落としていく。おっと、バカッチから戻ってくる。さあ、サキサムス、しっかりと仕事をしていきたいところ。さあ、お互いに先方戦、まだまだ先は分からないが、さあ、1対2。さあ、押され気味のサキサムスは1スト返していきたいところだが、さあ、ギキが飛んでいるが、さあ、だいぶ山口勢の応援が厳しめの応援ですかね、これは。はいはい、おっと、いいぞ。さあ、サイクロンが飛んで上に飛んでいく。さあ、さあ、まるで味方とは思えないこのギャジ。さあ、横スマッシュしっかり締めていく。さあ、さあ、さあ、山口勢が味方がいるのか、これは果たして。さあ、さあ、皆さんね、サキサムスの応援もしていきたい。さあ、サキサムス1スト落としていきたい。攻めて1スタにしていきたい。あわよくも逆転していきたい。さあ、カルピスルイージうまいぞ。さあ、ゆっくり近づいて、おっと、チャージショットしっかり決めていく、うまい。さあ、まだ闇がある、サムスにはあの闇がある。さあ、ビビってるぞという、その闇があるが、すっぽかしは、すっぽ抜きはしない。さあ、まだまだ、ヘイ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 ということで、さあ、あの闇を見せることができるか。
おっとまだ飛んでいく、あるぞこれは、あるぞ。さあサキサムスが逆転していく。さあもうわからない、もうわからない、もうわからないぞ。さあジャンプなしのサイクロンで上昇しているのがやばいというコメントが来ていますが、いやカルピス・ザンド・ルイージは本当に技術力が高いですね。さあもうこのほぼ五分という展開だが、どうだ、わーっとこれはジャンプを潰されていくか。さあしっかりアピールを。さあ勝っていったのはカルピス・ルイージ、さすが。これ13、12で今合ってますよね。さあここで山口勢から登場するのはタスク。さあ山口でタスク対、広島勢カルピスさん。さあカルピスルイージは先ほど2ストを落とされているので2ストを落としていく。さあこのステージブププランド、さあ0-2-1-5ということで始まっていきます。さあゼロセルスタムスに非常に有利なこのステージですが、さあ早速カルピスルイージが火力を取っていく。さあ早速 53% この短時間で稼いでいく、非常にうまい。さあファイアボールで牽制して覚悟。さあ1ストを落としていくのか。さあでもゼロセルスタムスはまだまだここからでも撃墜できる。さあこっちは山一イケメンという、さあ顔でスマブラは顔であるゲームではない。さあ下投げから、さあどうだ、あるぞ。さあ相当程度、さあ1ストされる前に1スト落としていきたい。あーっと怖いが、おー大工だ。あー1スト捉えていく。さあ仕事を済ましていく仕事人カルピス。さあ落とせるか、もう 75% 溜まっていますが、さあ植木雄から、さあ即死が出るか。さあ欲張りすぎている。さあしっかり戻っていって、さあ削らないと困る。さあ広島の強豪カルピス・ルイージ。さあスマッシュから1個スマッシュ。さあさすがに落としていく。広島勢のあれ、山口から広島に移った。さあミカルンさん、これ大丈夫ですか。さあ山口から広島に移り住んだ、さあミッカルン選手。さあ強豪龍使い、ステージは負けた側が勝手に選べるということで、選ぶステージは終点。さあ、ストックサバイス、ストックサー。さあミカルン優は果たして山口勢の味方から広島勢の味方になっている。3-1-5。わあ開始掴み使われていく。さあ上さあ整備されて、さあ弱3段から、さあ CG が逆、さあ上強から強豪。あっとお互いに、あっと落ちたのは味方だけ。さあ OKOK と、さあこれでストックは5分。
さあサスクゼロ様は逆転できるか。さあセービングを打っていくが後隙に手込まれる。さあ上京からしっかりガードして、あれこれは即死が見えているが、さあ今ゴラズさあマッシュ選手がやじを飛ばしているが、崖奪い空母天下の方と、さあ優の度胸の強さを見せていけるか。さあしっかり受け止めて、さあ優はあの昇竜が出るかどうかか。さあガードを受け止めて昇竜系、こうしっかりバースト、さすがミカンニュリカルニュー。ダッシュ、さあセービングで近づいて、さあ実は小足から空へ、トラバカもしっかりずらせと敵が飛んでいる。さあお互いに1ストックでパーセントではミカルニュー。さあそこで昇竜系さあ許されない昇竜、決まれば勝ち。さあ竜巻どんどん稼いでいく。さあ相手拾って、おっと、おお今何が起こったのか、掴んでからクエクエ、おっとまだバスが続く。さあお互いにほぼ五分。さあ勝利を見る勝利系出てしまった、このミカルニューの勝利系さあ健康ランドを召喚していく。先ほど優勝を勝ち取った健康ランドさん、さあ健康なところを見せることができるか。さあキャラはディディコング、ステージは変わらず終点。さあ残り1ストック、ヒカルンさんは日当として残り1ストック。さあ1ストでも多く落としてすることができるか。健康ランドディディは素早くミカルニューを倒して、2、1、5。さあ立っていけ、バナナ落として、さあフリップレイ、さあバナナを奪って投げていく。さあお互いにバナナを中心に待ってしまって滑ってところにすかさず攻撃レートを入れ込んでいく。さあバナナ掴んで、さあポップガン、さあなかなか近づけないが、近づくところに掴みをしっかりいて空母うまいか。さあバナナ投げて後ろ投げ、さあこのバナナが非常に厄介。さあ90枚、さあバットバナナを上に投げて、さあガードしっかりガード、怖いぞ。さあ上パーセントはほぼ5分、マッカモン、さあ両手、さあ大原部長の劇が飛んでいるが、さあパーセンテージはギリ有利だが、さあ下手を入れて、さあ外に投げて追い出して、さあまだまだ泣きそうの展開。さあバレルでダメージを変えて、さあバナナ落として、さあ投げてキビで耐えていく。さあウエスマッシュ、下強からのウエスマッシュ、さあこのデディの強気なコンボしっかり入れて、さあ仕事を果たしていく。さあカウン広島のドンラグネルさんの登場、主催さあからどうなるか。先ほどのリベンジを果たしていけるかどうか。さあ広島の、この広島主催の意地を見せていただきたい。さあキャラはゼロスーツサムス、ステージアッププランド、ゼロスーサムスに有利なステージ。さあインチキと
声が飛んでいるが、さあ健康のディディにも頑張っていただきたいところ。さあ早速スタート。そしてストックは変わらず、さあバナナを投げて、さあお互いにさあしっかりと見ている。さあ掴みをかわして、火力を稼いでいく。さあダッシュ掴みをしっかりかわしていくところ。さあお互いに掴みからの火力を警戒して、さあ掴みをかわして、うまい。さあ今のところ完服だが、オリママスだ。さあどうだ、バナナ掴んで投げて、さあ風でバナナも徐々に動いていく。さあすごい演出。さあ健康のリーディングの姿勢がとてもいいと。さあさすが健康。さあつかみをまたすかしたところにかざし込んでいく。さあ圧倒的な優位を保っているが、まだわからない、いくらでも壊せる。ゼロシュースタム差し出なければブランドで即死を決めることもできる。さあ下強からウエスマッシュ、まだバーストはしない。さあ下上投げから、さあしっかりと上がってスバナ投げて上強、さあ掴んで上、うわーウエスマッシュ欲しい。さあ怖いぞ、ホカホカが溜まっているので飛びやすい。さあ掴んで今のは危なかったがしっかり戻ってくる。さあ何があってもゼロサムの寿命は来ているが、まだ死なない。さあ食え、まだ。さあ逃げろと。さあもうお互い分からない、ディディボング軽いキャラクターですので、そろそろお互いに寿命が来る頃。さあ折り回すが好きすぎる。さあしっかりと決めて人なしていく。さあまずお互いにとってはいかず、まだ耐える。さあ戻ってくる。さあまだ崖外に追い出して、さあしっかり復帰は、さあ上がっていく。さあゼロスサム、ラグレルゼロサム、ゼロパーセントのまま取っていきたいところだが、さあ 129%、まあ、すぐに落とせるかどうか。さあ怖いぞ、下妻を、あの下妻をすかしていく。さあオタクすぎる、そうやオタクは褒め言葉。さあ横尾しっかり掴んで OK。 さあクッ、おおまだ耐える。しっかり掴んで、さあヒヤヒヤするがバース拒否をしっかりしてパーセントを稼いでいく。なんだ今のは。さあしっかりと崖につかんで戻ってくる。さあバナナを投げて当たって、さあバーストがなかなか難しいが、さあラグビーのためそろそろバーストしていきたいが、さあ崖と展開。さあニコレはさすがに逃げられず、さあこれでストップは5分。うるさい。さあと、さあこれで山口勢がとりあえず逆転なのか。さあでもまだ広島勢も負けてられない。さあ2対2と、さあパーセントはさあ、健康ランドディディの有利です、有利だが、さあ掴んでこの厄介。さあゼロと YC をハイブ、ゼロと YC のハイブリッド。あの掴みをしっかりかわして上スマレーフィニッシュ。さあ2対2スト対1スト、ストックでは有利を取っていく。さあワイドという名付けられていますがこのディディコング、さあさすがに先ほどの優勝者だけあって非常に強いが、ダグネル選手にも、主催の意地を見せていただきたい。さあ掴んで来たぞ、今日のゼロサムのこの、あーっと抜けていく。さあ姿勢がいい、しっかりずらしていく。下強下強、この技強い。さあどうだ、
さあ、ま、なぜか Y 石が攻められていく。空洞。さあ、バナナからの上スマッシュ、まだバーストしてない。さあ、もう一回と、こういう感じで言うが。さあ、西と差をつけられることは避けたいところだが。さあ、広島の意地を。さあ、しっかり掴んで。抱きついて、上っきょー。さあ、猿の惑星起こっている。この広島で。暴れている。さあ、続いて、広島側から出てくるのが、おっと、ディーンさんが出てくる。さあ、肩を温めとけと、コーチからの指導が飛んでいるが、さあ、何もすることもなく、さあ、ディーン選手はマルスを選択。ストック差は、現在2ストック差がついている。ステージ選択は、さあステージ選択は、スマムラ。さあディリーコングは1ストを落としてからのスタート。3、2、1、GO。 さあさあそう、さあディーマルス対、健康ランドディリー。さあ、ディーマルスは巻き返すことができるか。さあ、フリップ、取り抜けて。さあ、山口勢が現在2ストリードしている状況。さあ、掴んで、下投げ、空号。空号。さあ、稼いでいく、火力を。さあ、マイブラッシュ、さあ、この。さあ、バナナを投げて。さあ、掴んでいくが、さあ、転んでいくか。さあ、お互いに。さあスリップで、さあ展開が早い。お互いに噛み合って、パーセントは、健康ランドディが有利。さあフリップで掴んで、お互いに外に出して、バナナからノックした。さあ生きりオタクと言われているが、さあ、意味も返せず、バナナ掴んで、さあ、投げ、空へ、出て、空後、空後、フリップしか掴んで、さあ、もうディリーが暴れている、猿の脇で、さあ、このイケメンマルスがしっかりと処理していきたいが、まだまだ暴れていく。さあ、怖いぞ。バナナ投げて、投げ、いいぞ。さあ、くまえ、さあ、警察、おっと、飛ばない。さあ、上投げから、空号、空号。さあ、2回やっていく。バナナ落として、さあ、このディディの武器のバナナ、さあ、奪い返していくが、さあ、反応が素晴らしい。さあ、カードしっかり構えて、さあバナナ奪い返していくが、さあ怖いぞ。上投げからのクエは入らず、さあクー前、さあバナナ奪い返してしっかり戻っていくが、下スマッシュ合わせていく。さあ健康のディディがまだまだ暴れていく。この男を止められるやつはいるのか。ぜひ止めていただきたいディーマルス。さあ 113%。そろそろ健康ランドディディもバーストか。まだバーストしない。さあまだ残る。おっと、うまいぞ。しっかり返して見ていく。おっと、さあ空前、反応が素晴らしい。バナナ置いて空前。さあ怖い焼き上がりだが、下今日から回避。
さあ投げは上投げまだバーストしない。さあしぶとく生き残っている。さあおうまい今の反応が素晴らしい。さあ崖上がりよ。さあうますぎる。ケンコのディディのもうさあさすが健康長寿長生き。さあ何恥じぬ長生き。さあしっかりとファーストしない。長生きすぎでは。さあ保険に入っている新長生きくん。さあ空上入らず。さあバラバラ、これはバランというわけではなくて本当にもう長生きですね。さあ上投げ、さすがにこれはファースト寿命が来てしまう。さあこのケンカロンディの動きを止めてほしい。さあリードを保ちながら次につなぐことができるかケンコラのディディ。だがディマルスもまだまだある。さあまあベースコンビネーション素晴らしい。バナナ落としてさあマビコインしっかり前段入れて。さあ怖いぞ。あっとフリップの攻撃判定。バナナ掴んでさあ空前。さあうまいぞ反応がうまい。あーっと今のは入っていたらバーストしていたかもしれない。さあしっかり掴んで外にを出して崖の展開。さあしっかりと着地していく。さあ着2段から。ああ横スマッシュは入らずまだバーストしない。さあマルスも長生き 162% 対 67%。 怖いぞ何があるか分からない。さあまだあるぞ。さあ投げてからのああるぞあるぞ。喧嘩のディディの動きを止められるかディーマルス。さあもう分からない、これはもう分からないが前バナナ掴んでしっかり戻っていくが崖うまいくぞ素晴らしい。さあですがストップ差を。さあ健康ランドディディが大暴れしているが止めることができるかこの男。さあ広島勢からはさあラストですかね。これは黒宇佐選手。さあ健康ランドディディが大暴れして差を広げていますが、さあクローサスローサム止めることができるか、それとも最後になってしまうのか。ステージアップランド。さあ2スト落として1スト対3ストック 3,2,1,GO。 さあ始まりました。さあディディコンビ対さあ、ジェロス・スタムス。さあ、うまく防いでいくが、またもや、ディディが暴れている。さあ、しっかり止めて。さあ、ガキと展開戻ってこれるか、しっかり着地して、上京。台を利用して、上に回している。食う前。さあ、風が吹いて。さあ、うまい。さあ、なるべく早く、動きを止めたい、ガック上。おっとまだもう入らないか。さあデック編がうまい。奪ってさあ掴んで投げていく。さあポップガンを投げて、さあフリップ出して、さあどうなるか。バナナこけていくか何も起こらず。さあ下スマッシュ見せていく。とさあメテオだが惜しくも地面がある。おっとここでウェビーを当てていく。さあバーストテイクトロースタジオため。さあ健康ランドディディの猛撃を止めていく。ここで満を持して登場するのがさあ人気実況者
お寿司選手。さあ、人気実況者というか生主というべきですかね。人気生主。人気生主。さあ、お寿司についたいご視聴者の、さあ、ステージ終点。さあ、このステージが、その名の通り終点なしまうのか。さあ、クローズ・ザ・ゼロさんにはしっかりと頑張ってもらいたい。さあ、3ストック対、6ストック。山口勢が有利している。さあ、ですが、先ほども見たこのゼロサムミュウツーというカード。さあ、コンボが入りやすいが、と外していく。シャドウボールを振って、さあ、まだあるぞ。さあ、掴んで、下投げ。さあ、戻っていく。さあ、ここから水野さんか。さあ、巻き返していく。さあ、ゼロサム側が、少しリードしている。しっかりと掴んで、さあ空中前へ、あっ、あ、空中の後ろ。さあ、お寿司選手どうだ。さあ、配信を見ているファンのためにも頑張っていただきたい。そうしまして、さあ、怖いぞ、怖いぞ、あっと、しっかり別件している、素晴らしい。さあ、別件しっかりしている。さあ、ナンバーワンと。さあ、東京に決まったナンバーワン、なんちゃん枠と、さあ、シドボール当てて、さあ、クロウサ選手のゼロサムがうまい、うまい、うまいぞ。さあ、覚醒している。さあ、勝ち押しからやって空中前へバーストしていく。さあ、残り2ストック。さあ、ギリギリの攻防が続いているが、さあ、シドボール吐き出していく。さあ、上 B を当てていくジェットブース。さあ、先ほどから上 B の判断が良すぎる。さあ、これは巻き返しも十分にあり得る。あと1ストック落とせば。クローズ選手のゼロサムがうまい。さあ、空中に打たれる。決めて、決めていく。さあ、クロウサ選手のゼロサムが快進撃を続けている。さあ、怒涛の快進撃を続け、ついに引きずり出した。さあ、ジャガンを開眼していく。さあ、眼帯を外し、山口の畑かかしことマッシュルの登場。さあ、さあ、固めに眼帯をして、とうとうナーフを食らってしまったマッシューが満を持して登場。さあ、このもうまさにイケイケのクロウサゼロさんも倒すことができるが、さあ、もうわからない。 3ストック対2ストック。さあ、これが正真正銘最終戦。さあ、ステージどこを選ぶか。さあ、ライラットという声が聞こえてきました。ライラットして、ライラットクルーズ。さあ、BG 俺曲をしっかりとセレクトして、さあ、惑星、さあ、ライラットクルーズ曲もしっかり選んでいく。コーネリア、さあ、エキスト落として、一つでは山口有利だが、さあ、いけ、3、2、1、GO。さあ、正真正銘最終戦、早速 28% 高い火力 49%。 さあ、今イケイケ乗りに乗っているクローズゼロサム。さあ、ジャガンを解放したマッシュクラウドに勝つことができるか。さあ、強気に攻めている。投げ掴んでしっかりと戻っていく。さあ、踊っているステージを舞い踊るクローズ選手。はいはい。さあ、空下でしっかり差し込んで戻っていく。さあ、しっかりと戻っていく。掴んで後ろ投げ、ガキツボの展開。さあ、リミットが溜まっているが、どこで吐き出していくか。さあ、おっと、ガヨウ転生を見せていくが、あっと、しっかりと別件していく、うまい。
さあ、おっと惜しい。下スマッシュからのコンボ。さあ崖上がりしっかりと上がっていく。さあストック、さあパーセントはほぼ五分といったところか。さあダッシュ A をやっていくが、さあ上 B を決めていくが、しっかりとビッグ変うまい。さあ崖うまい空母ゼロスースタムズのバスト策。さあさすが、クロウサゼロサム4人乗っている。さあまだまだ稼いでいく。さあこの広島、現地広島勢の意地を見せることができるか。さあ頑張っていただきたい。さあもう5部か。さあ戻ってこれっつ、残り1ストック、まさに土俵際ギリギリの攻防。さあ1対2ストック。さあ巻き返しあるのか。マッシュクラウドにも徐々にエンジンがかかってきている。さあ崖際で様子を見ているが、さあストックには余裕があるのでじっくりと料理しているのか。さあどうだ、怖いぞ、惜しい。ガードから、さあガードを使って、さあ怖いぞ、お互いに 5%。 さあ 98%、 そろそろ 100% 超えていくか。バーンさせず、怖い、バーストが怖いが、クローズゼロサム乗りに乗っている。快進撃を見せてほしい。さあここで強切り初動5段、さあ決めていく。さあ2ストック残して、や山口勢が勝利していく。さあ勝利の抱擁が繰り広げている。はい、じゃあありがとうございました。すいません、ありがとうございました。